こんにちは。沖縄生まれ沖縄育ちのマルオです。日々に起こるいろんな出来事をお届けしております。今日はうるま市天岸にある慰霊碑を参拝したいと思います。うるま市のど真ん中あたりです。すぐそばにキャンプコートニーという米軍施設があります。天岸の半分近くが米軍基地ですね。天岸公民館の一角にありそうです。ルートは県道65号線、左側にキャッスルハイランダーが見えています。うるま市の宴会場といえばキャッスルハイランダーは有名です。右側に見えてきたフェンスが米軍基地キャンプコートニーです。キャンプコートニーの中には多くの遺構があるそうです。天岸城や天岸貝塚、ビーカムイなどほとんど手つかずで残ってるそうです。少しずつ返還されてきているようなので全面返還も期待したいです。今渡ってるのが天岸橋、とても綺麗な橋ですね。実は近くに旧天岸橋があったようです。戦争で破壊され、今では使われていませんが戦跡として残っています。沖縄には人知れず残っている戦跡も多いですね。慰霊碑巡りしながら周辺の戦跡地も回らないといけませんね。天岸公民館はもうすぐのはずですが、少し地図を見てみます。この先を右折したらすぐの場所でした。それにしても広い道路の割には交通量が少ないですね。天岸公民館に到着しました。慰霊碑は駐車場の脇に建立されておりました。うるま市天岸の慰霊碑です。戦没者のお名前が刻まれています。沖縄県慰霊碑一覧によると95名が合祀されています。キャンプコートニーの中にもまだ遺骨が残ってるかもしれませんね。民という文字が落ちていますが、またそれもよし。こっちは天という文字が落ちていますが、またそれもよし。何か地域の情報があるかもしれないので収集してみます。残念ながら何もないようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。